シューマンって有名なんですけれども、その人物像についてはちょっと知ってるようで知らないんですよね。19世紀ロマン派のシューマンはハイテンションな時も悩んでる時も素晴らしいです。プライベートも音楽も振り幅が激しい、うん、あー、そうなんですね。ハイテンションと、うん、まあ、ちょっとその落ち込んでる時の、はい、まあ、芸術家っていうのはだから芸術家なんだろうけれども、シューマンはそれがおそらく、いや、会ったことないけど、一番激しい人じゃないですかね。あ、じゃあもうこの差が激しいんですね。悩めるシューマンも、はい、こうハイの時のシューマンも、はい、まあ、両方とも音楽は素晴らしいんですけども、日本ではどっちかっていうとこう、ね、ちょっと気持ちを病んで、はい、川にね、はい、そうなんですよ、うん、2度もなんか飛び込んで、うん、それが音楽的な理由だったり、はい、いろいろ周りから見るとそうじゃないのに本人だけが悩んじゃった問題とか、あ、プライベートなこととか、うん、まあ、波乱万丈をこう地で言った人ですね。なんかクララとの、ね、恋みたいなことが結構やっぱり女性としてはね、うんうん、聞いてるので、はい、もうちょっとこう穏やかに家庭を営んでみたいなイメージがあったんですけれどね、はいはい、クララはそもそもシューマンの先生のお嬢さんだから。そうなんですね。先生のから見れば、はい、うちの娘を、うん、大事な娘を、うん、お前みたいな、うん、ピアノをちゃんとやってないやつにやれるかと、うん、勝手に付き合うなと、大事に大事に育ててきたクララ・ビークというね、うん、そのピアノの霊嬢、はい、ビークさんというのは有名なピアノの先生です、はい、シューマンもその人の生徒だったんだけども、だったんですね。まあ、手を痛めて、はい、シューマンはそのピアニストを諦めて作曲に行ったわけですよね、はい、なんか妖精ギブスみたいなのやって手を壊したってだから練習しすぎたとも言われてるんですけれども、でも僕ら音楽ファンにとっては、まあ、19世紀の歴史的なピアニストになっていただくのも良かったけれども、はい、やっぱりね、悩めるシューマンとしてたくさんの曲を残してくれたので良かったんですけども、うん、シューマンは常にピアノ大好き、ピアノ弾きたかった、好きになった彼女はピアノがうまい、はい、で評価もシューマンの時代は、はい、まあ、どっちかというと、うん、奥さんになるそのクララの方がずっと、あのピアニストとしてね、もう有名だったんですよね、うん、彼はね、なんていうのかな、こう書いたらこの曲は効果的に響くとかってことはあんま考えない。シューベルトとかもそうですけども、うん、例えばベートーベンとか、うん、ブラームスとかだと、うん、その自分の中に湧いた音楽を書くときに、うん、オーケストラこういう風にしたらよく響くとか、うん、ここでこの楽器がよくなるとか、うん、そのドラマティックな効果とか、うん、お客さんの反応とかも少しこう考えながら、うん、ね、うん、映画でも、まあ、ね、お芝居でも何でもそうですよ ね、 すよね。お客さんここでちょっと湧くかなと、はいはい、リアクション考えながら、シューマンはそんなこと考えない、もうひたすら自分が書きたい音符を、全部溢れてきた音符は全部書く、だからシューマンの曲というのはオーケストラが演奏するときというのは、うん、まあ、シューマン得意な指揮者、それからオーケストラもそのシューマンにこう愛情を持ってやるとね、うん、でもすっごい効果が、うわー、そうなんですね、はい、もうロマン派のこう夢とか愛とか、はい、そういうものが、あ、美しいものとか、うん、悩みとかってこういう音色かみたいな、あ、もう普段そういうことは考えない人でも、はい、こうその音を浴びてると、うん、わー、シューマンこれ辛かった、なんだろうなとか、なんでこんなに嬉しそうなんだろうとかね、うん、じゃあそのシューマンをよく感じられるんですね、うん、そのもう曲から。シューマンは本当にその曲を聴いた時にもう、あのピアノであれオーケストラであれ、うん、なんていうのかな、内なる尽きせぬ音楽への思いが全部溢れてくる、うん、音楽史的には、うん、まあ、19世紀よくロマン派のシューマンなんですけれども、はい、作曲家って誰と誰がお友達だったかってことを考えると、うんうんうん、なんか楽しくなりません、はいはい、シューマンは友達多いんですよ、うん、あ、作曲家の、うん、メンデルスゾーン、ほう、それからまあ友達とは言えないけどショパンとも親しかったし、あ、なんかその時代にいたら楽しかったでしょうね、うん、でそのシューマンとクララが華やかに活動している時に、うん、その二人に憧れて、二、うん、人に会いに来たのが二十歳のブラームス、うん、あ、そうなんですか。そうです。そういうお話聞いてるとなんかちょっとそういう楽しみ方もありますね、うん、はい、交響曲はね、いくつも書いてるんですけれども、まあ、1番は春なんて愛称がついているし、うん、3番には
ラインというね、あ、はい、ライン川の賑やかな、ね、人々の暮らしとかね、ライン川のこう豊かな自然とかをね、うん、もう全部書いちゃった。あ、じゃあもうなんか3番を聞いてると、うん、やっぱりこうライン川のほとりをちょっと自分も歩いてるような、もうおっしゃる通りです、ね、もうね描写したわけじゃないんですけれども、うん、ライン川知らなくても、うん、なんかこれ川のイメージかなとか、うん、大聖堂のイメージかなとか、はい、人々のにぎわいの何かお祭りのマーケットの雰囲気かなとか、はい、そういうものが全部あふれてて、はい、で普通交響曲って音楽賞が普通じゃないですか、はいはい、でもシューマンは、うん、まあ、溢れてしょうがないからそのラインだと楽章5個、はい、あ、そうなんですか、うん、だからそういうふうにこう自由に書いていったシューマンなんですけれども、うんうんうん、その悩めるシューマンも輝かしいシューマンも、うん、まあ、両方僕たち音楽ファンにとってはたまらないです。なるほど。だからもうホールでね、いろんなシューマン聞いてください。うわ、ちょっと面白そう、うん。